こんにちは、リトアニアチャンネルの森本です。今日はビリニュスにある大きなモール、アクロポリスというところにやってきました。実際にリトアニアでどんなものが売っているか覗いていきたいと思います。ここはリトアニアの中でもかなり大きめのモールになっていて、初めてねリトアニアに来た人はどんなものがリトアニアって売ってるのかなと思うと思うんですが、だいたい日本で売ってるもの、それ以上にいろんなものが売ってると言っても過言じゃないと思います。洋服なんかもいろんなお店がありますし、家電、それから飲食店なんていうのも入っているので、初めて来た方はぜひここに来てみるとリトアニアの雰囲気が感じられると思います。この日は平日だったんですが、休日になるとやはり日本と同じでたくさん人がいるので、空いている時に行きたい方は平日なんかに行くといいかなと思います。甘いお菓子がたくさん並んだスイーツ屋さん、それから宝石ショップ、喫茶店、本当にいろんなお店があるので、ちょっと休憩したいななんていう時にはこんなところを利用してみてもいいと思います。日本でおなじみの H&M なんかも入っているので、買い忘れた服なんかある方はこちらを利用してみてもいいと思います。実はリトアニアの靴は結構地味な色が多いので、黒っぽい色とかこんな感じになってます。ちょっとおしゃれしたいなっていう人は日本から持ってくるのがおすすめです。こちらはレストランというかピザハウスなんですけども、そこの横からこんな感じでスケートをしている人が見ることができて、いくらかお金を払えばここで滑ることもできるんですが、みんな結構上手なんでね、恥ずかしいかもしれないですね。こちらは薬局ですね。女性の人とかは旅行するときに買い忘れた、持ってくるの忘れたなんていうものもあると思うので、こういったところも覗いてみるといいと思います。店舗と店舗の間にある歩道にはこういった化粧品やジュエリー、それからお菓子なんていう個展が並んでいるので、こういったところも覗いてみると面白いと思います。入り口から入ったところにはさっきと別の薬局、こちらはリトアニアの中ではチェーン店になっている、かなり有名な薬局になっています。続いてこちらはタバコショップになります。タバコショップといっても日本みたいに紙タバコだけじゃなく、水パイプ、シーシャ、葉巻、いろんなフレーバー付きのタバコなど売っているので、タバコ好きの方は一度見てみると面白いと思います。他にも街中には結構ねお花屋さんなんていうのがあるんですが、スーパーの中にも入っています。そしてこちらがお茶ショップですね。少し高級品になるんですが、日本のお茶も売っているので、ちょっと日本のお茶が懐かしいななんていう方はこちらを寄ってみてください。街中にもたくさんあるチェーン店のホラキャンカフェというとこですが、どちらかというと本格コーヒーに近い形なので、コーヒー好きの方はこちらも一回立ち寄ってみるといいと思います。こちらはリトアニアの携帯メーカーですね。 iPhone から Galaxy、 いろんな商品が揃っていて、向かいにも違うメーカーの携帯ショップがあります。そしてこちらがリトアニアで今一番大きいと言われているマキシマの最大店舗になります。バツの数が大きいほど大きい店舗となっているので、そういったところも一つ目印にしてみてください。スーパーは簡単な端末で、購入ができるようになっているので、日本ではなかなか見ることができないと思いますが、一度チャレンジしてみるのも面白いと思います。スーパーの中には有名なシャコーティス、スイーツ、そして肉野菜、いろんなものが売っていて、特にこちらの店舗はいろんな食材が売っているので、海外のスーパーを覗いてみるのが好きな方はこういったところを見てみると面白いと思います。もちろん街にあるスーパーを見ても面白いですが、品揃えはここよりはかなり少なくなるかなというふうに思います。リトアニアではあまり口にする機会の少ない魚介類も豊富に置いてあるので、自分で調理したいなとか魚が恋しい方はこういったところを見てみてください。ということで今回はビリニュスにあるモール、アクロポリスのご紹介でした。本当にね、とにかくここに来ると何でも揃うので、買い忘れたもの、旅行できている方はぜひ一度立ち寄ってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。